はい、どうも、カッパ院長です。じゃあ、今度もね、参院選、今度は東京選挙区ね、もう何回もお伝えさせていただきますけども、この日本改革党、楠田代表の演説からですかね。今度はね、この外国人への、これも多分ね、ご覧ってあなたもご存知、何度もか聞いたことあると思いますけども、ね、外国人っていうね、この楠田代表はおっしゃってますけども、まあメインはやっぱり中国人ですね。外国人、まあ主に中国人へのこの出産一時祝い金ですか。約40万円。これを日本人が出すべきではないと。当然ですよね。ね、ここでもやっぱりね、この政府のこの中国人超優遇政策、ね、うん、おかしくねっていう話を、まあ改めて、おっしゃってるんですよね。外国人は自己責任で出産費用を支払うべき。これ例えばこの中国人、ね、この中国人への出産一時、祝い金40万円、ね、中国人、中国本国で出産しても後からこれ受給することができるんですよね。もうどう考えてもおかしいでしょこれ、ね、一応ここではね、この楠田さんはこの外国人 の、ね、この中国狙い撃ちはされてないんですけども、まあ、実質、ね、だって利用している、例えばこの出産一時金40万円、ね、申請し実際受給している人たちの外国人のですよ、 63% が中国籍なんですよ、うん、だからもう完全に、ね、この中国人優遇政策の一つですよ。むちゃくちゃでしょ、うん、まあ、聞いたことないっていう人はぜひ、ね、このご自身でググって詳しく調べてもらって、調べていただいてほしいんですけどもね、うん、なんだろうな、例えばこの楠田さん、この荒川区、ね、東京荒川区では外国人が日本人の 4,5 倍の速度で出産していると、ね、政府は出産育児一時金約40万円給付して、この外国人のこの繁殖を手助けするなって訴えてるんですよね。で、これがないと産婦人科が料金を踏み倒されるというなら、外国人は前払いにしてもらえ、払えない外国人は妊娠するようなことするなと。その通りですよね、うん、だってこれ意味わかんなくないですか、普通に、うん、だからあの健康保険を、ね、この外国人が、ね、この悪用している、うん、日本 の、ね、このサービス、ね、この制度を、ね、ただ乗り悪用しているって話は何度かお伝えしてますけど、これも、ね、うん、あのその一つですよね。だからもういい加減日本国民はさ、ね、うん、あの企業も政府も、ね、この役所も全部ですよ、日本国民はこの性善説に基づく、うん、何かっていうこの考え方をさ一切捨てないとダメだよね、うん、残念ながらもうね、例えばちょっと昭和以前のことは僕わかんないんであれなんですけど、ね、昭和の頃と比べたってもう日本国民同士だってもうそうそうね、この性善説に基づいたっていうのはもう通用しないケースって増えてるわけですよ、ね、それしかもその相手が、ね、この日本以外のどこか外国ってなったら、ね、その国の人たちとなんてもう明らかにこのね、成り立たないんだからさ、切り替えないと、うん、でまあ、その辺のね、もうちょっと細かい、ね、この説明をね、このさせていただくんですけども、まあ、その性善説に基づくこの出産一時金42万円等、ね、他にもいっぱいあるんですよ。この健康保険をこの外国人が、ね、この悪用、乱用、ね、このサービス、ただ乗りしているっていう、そういう話ですよね。一時に、いや、子供一人につき、ね、42万円が支給される出産育児、一時金も受給できるんですけども、外国人がね、これに疑義を唱えているのが、荒川区議、小坂区議でしたっけ、平成28年度荒川区の出産育児一時金、支払い件数は、総数が304件、うち中国籍が79件、国内出産48件、ね、海外出産、要は日本国内じゃなくて日本で出産してなくても受け取れちゃうっていうのがどういうことなんだっていう話ですよね、うん、誰が何のためにこういう、ね、この制度設計してんのかって言ったら、どう考えても売国の類でしょ。だっておかしくないですか、普通に考えて、ね、そもそも日本国民でもないやつが、ね、うん、だって中国籍の人が、ね、中国にこの、ね、中国本国に帰って、ね、出産して、ね、あ、子供産んだんでって何が意味わかんないじゃないですか。で、まあもうね、一人二人じゃないと、ね、こんなにも多くの、ね、この件数が上がってると、ね、荒川区の人口比で中国籍はたったの 3%、まあ、たったの 3% なのか 3% もいると見るべきなのか、ね、
まあ、でも数えられてるだけで 3% だから実際はもっと多いと思うし、うん、数えられてるだけでも 3% もいるっていう認識の方がいいかもしれないですけどもね。で、にもかかわらず、ね、支給先の、ね、26% を占めるんですよ。だからもうどう考えてもこの数字、見ただけでも、ね、おかしな状況、異常事態っていうことですよね、うん、だからこれ当然荒川だけの話じゃないですよね、うん、もっととんでもない数字が、ね、この出てくる、そういう自治体だって、ね、区だって、ね、この町だって市だってあるはずですよ、うん、これ誰かなんか日本全国市町村、ね、やっても、ね、調べて、欲しいですよね。一覧が欲しいですよね。もうとんでもない金額、ね、かすめ取られてると思いますよ、不当に。で、出産育児一時金は海外で出産しても受給可能で、病院の出生証明書があれば申請できますと。こんなもん偽造し放題に決まってんじゃんね。うん、ちった考えろよと思うんだけどな。ね、海外出産の実に 63% が中国籍です、ね、もううさんくさいことこの上ないじゃんそもそも子供生まれてねえだろっていう話ですよね、うん、しかし出生証明書が本物かどうか区は確認してないんですよ、ね、だもう変な話、紙切れ1枚あれば42万円受け取れるんですよ。むちゃくちゃでしょ、うん、誰がこんなもん認めてるんですかね。で、この問題は全国で起きてる可能性がある、いや可能性があるじゃなくて全国で起きてます。うん、外国人が日本のこの健康保険制度を、ね、悪用している実態の一つがこのその出産育児一時金ですよ。これはもう日本国民に限定すべきですよね。なんでこの外国人にも拡大してるんですか、うん、こんなもんで例えば令和新選組の山本太郎さんなんか、まあ、大喜びでしょうね。もう絶賛これはこの拡大しようと、ね、動いていますよ。だってあの人はだって外国人参政権とか、ね、この外国人生活保護、ね、当然だって訴えてるんですから、うん、だからそもそも日本国民、ね、日本の政治家にああいう人、ね、こういう動きを、ね、この後押しする、うん、そういう勢力がもう、ね、この例えば旧民主党政権時代とかさ、あれをさらになんかこうね、蒸し返しじゃないですけど、さらにこの拡大させてさ、ね、より外国人、ね、我々日本国民、日本の有権者ではなくて、ね、外国人にとって都合のいい、ね、日本をどん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 ね、この作り変えて拡大させようとする奴ら、もう確実に落としていかないとダメですよね。うん。だって外国人の子供を増やすために、ね、なんで日本の税金使わせてんの？意味わかんないじゃないですか。おかしいですよね。どう考えても日本国民限定でしょ？日本人限定にすべきですよ。うん。ていうか、こういうことを当たり前のようにね、言える人があまりに少ない。うん。いやー、もう、くつざわさんにはもう頑張っていただくしかないですよね。ていうか、これをね、言う人が、ね、なんでこのくつざわさん一人だけなのか、情けないというか、恐ろしいですよね。うん。だってそう思いません？ね、日本の税金を中国人の子供を増やすのに使われてるんですよ。むちゃくちゃでしょ？うん。これはもう速攻廃止させないとダメですよね。うん。で、ね、一方この今この中国社会ではね、これも全くね、うん、まあ我々日本国民にとっちゃね、うん、驚きの話ですけど、ちょっと興味深い話なんですけどもね。中国政府、かつて一人っ子政策ってやってたじゃないですか。ね。この社会調整、ね、一人っ子政策に伴う社会調整と称して、中国政府がね、中国人の子供、要はこの二人目以降ですよね、をさらってた、誘拐してたことを認めるっていうね、異例の発表に、これはまあ当然裏があると思いますけども、まあちょっとね、なんか中国社会がね、この騒然としてるらしいんですけども、こんなことやってる国の人たちをね、なんでこの子供をね、この増やすために、これなんかね、多分無関係じゃないような気がするんですけども。ね。だからってなんでこの日本の税金使ってさ、ね。うん。例えば日本に来たね、中国人が、ね、中国人の子供を産むために、ね。うん。日本の制度を悪用している。こんなこと絶対許されるべきじゃないですよね。うん。もう秒で、ね、この廃止にね、持ってかないと。しょうがないんですけどもね。もう靴沢さん以外は誰もこういうことをやろうとして、まあ、誰もやろうとしていないとは言いませんけども、もっともっとこういうね、なんかこの指摘、うんね、けしからんっていうこの動きをもっともっとね、この大きくならなきゃおかしいんですけどもね、うん、
まあぜひね、この楠澤さんには頑張っていただきたいですね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。